旅の思い出、土産話にいかがですか。今日はね、天気もいいです。海も穏やか、最高の遊覧日和、お気軽にご乗船ください。この船に乗りますと、右手前方の方に赤い橋のかかった島が見えております。この島の後ろの方まで半周いたしまして、右手の入りは皆様の足元。ソフトクリームやられるよ。
大阪府内にございます。この先は2月のこの竹の距離を中心に左右に扇を広げたように斜めの岩石広がっております。前方には大人に近く、それではこの島の真ん中の辺まで吹き出しになったこの岩石ご覧ください。南に45度に傾き、沖合から押し寄せる荒波に似ていますところから波形岩と呼ばれております。学名簡単複合奇跡安山岩、そして盤上説でございます。盤上の盤は板という字を書きまして、その名の通り薄い板を何枚も重ね合わせたような結晶となっております。この波形岩、全国的にも非常に珍しいものですので、ぜひお写真などを撮りさせてください。この辺りから南の南に45度に傾いているのはよくご覧になっていただけると思います。真ん中に穴の開いた黒っぽくて筋張ったこの大きな岩、
こちら、松が来たと申します。東尋坊八幡の岩と言われております。この松が来たより南へ約2キロの火山岩の一端、これを名称東尋坊と申します。そしてこの東尋坊の岩石100名、宇宙石安山岩、そして柱状石碑でございます。柱状の柱は柱という字を書きまして、その名の通り柱を立てかけたような形状となっております。これから見てみますと、この柱状石碑どんどん大きくなりますので、よくご覧になってください。これほど大きな安山岩の柱状石碑というのは非常に珍しいもので、世界に3カ所に数えられております。北朝鮮の金剛山、ノルウェーの金海岸、そして本日皆様がいらっしゃいましたこの東尋坊でございます。それでは左前方の方ですね、いよいよ大池が見えてまいりました。この東尋坊で一番有名な場所、大池、見えております。はい、それでは船ちょっとだけ中入りますので、タイミングよくお写真を撮りになってください。ちょっとだけですので、崖の高さ23メートル、水深20メートル、非常に巨大な柱状石碑の絶壁でございます。どうぞ左右ご覧になっていただいています。これは世界に3カ所に数えられております巨大な安山岩の柱状石碑、柱を立てかけたような形状となっております。ちょっと斜めになっていますね。斜めに柱を立てかけたような形状。岩肌ですね、ご覧になっていただきますと、一見柔らかいように見えますが、実は非常に硬いというのがこの岩の特徴でございます。800年前、白桃東尋坊の一行がこの地に参り高森をした際、長田観念するお坊さんが言葉巧みに東尋坊を崖まで誘い出し、そして引き落として突き落とし担当でございます。ここは東尋坊が突き落とされ殺害された場所。この東尋坊という地名の名前の由来ともなっております、悪いお坊さん悪党の東尋坊が突き落とされ殺害されたのはこの大池でございます。この大池、上の方から見学することもできます。上の方から歩いて見学することできますが、東尋坊国定公園でございます。足元自然のまま登っておりますので、上の方から見学される場合は足元十分お気をつけになってご見学なさってください。今この大池見える位置で一旦止まりますので、もう一度写真を撮りになっていただけます。上の方から見学する場合はくれぐれも足元十分お気をつけになってご見学なさってください。冬場になりますと、日本海の荒波、5、6メートルの高さになります。その波がこの23メートルあります大池の絶壁に駆け上がり、上の方の売店まで水しぶき飛ぶことございます。それではこの絶壁の上の方をご覧ください。火曜殺戦では犯人が追い詰められるのはこの大池でございますね。各のサスペンスの舞台で登場しております。パンフレット、切符の発見などにも印刷されております。東尋坊で一番有名な場所、大池、ここだけでも覚えて帰ってください。はい、それではこれから東尋坊南の方へと進んでまいります。いろいろな岩ございますので、よくご覧になってください。早速左前方の方見えております三角形の岩、この三角形の岩ご覧ください。この岩、真後ろから見ますと、ライオンが丘の方を向いて座っているように見えます。ライオン岩でございます。それでは船の前の方のお客様、まもなくこのライオン岩の真後ろを通過いたします。よくご覧になってください。前の方のお客様、今左手すぐ目の前すぐにある岩でございますね。耳が2つ、縦髪に背筋が通り、丘の方を向いて座っているライオンでございます。船の真ん中のお客様、ライオン岩真後ろでございます。よくご覧になってください。後ろ側のお客様、ライオン岩の真後ろを通過しております。
よくご覧になってください。これはもう船の上からしかご覧になることできません。他の方から見てもただの岩です。またこの辺りから見ますと、今度は前足を伸ばして座っているように見えるとも言われております。はい、それでは左手、ちょっと小高い岩の奥の方ですね、左奥には千畳敷という場所を見えてまいります。千の畳を敷くと書きまして千畳敷、非常に足場の良い場所で撮影などにもよく使われております。火曜サスペンスでは死体の上がる場所でございますね。それでは松林の上、東尋坊タワーをご覧ください。タワーの右下あたり目線を落としていただきますと、ろうそく岩見えております。岩壁から離れて1本独立して立っている岩、上の方が丸くなっている岩ですね。丸くなっている際のところ緑色の草生えております。岩壁から離れて1本独立して立っている岩、上の方が丸くなっている岩、ろうそく岩でございます。船の真横あたりに来ております。他の方から見るとろうそくに火を灯したように見えると言われております。それでは左手には大小6つのちょっと映ってない感じの岩でございます。6枚の屏風に例えまして6枚屏風岩と呼んでおります。郷土の民謡三国節の一節、岩が屏風か屏風ないとか天の口笛東尋坊という歌がございます。この辺りはまた旅をする場所としても知られております。ワカメが解禁となりまして、ワカメはもう一度終わりかけてるんですけども、この後はサザエ、夏頃にある大体10月ぐらいまで漁が続きます。それでは左前方を海岸線ご覧ください。黒っぽい暗算岩から白っぽい水星岩へと変わってまいります。先ほど通り過ぎました東尋坊始まりの岩、松林下より大体この辺りまでを名称東尋坊と申します。この辺りまでで東尋坊終わりでございます。